まあ、文化史第3項ということでね、やっていきたいと思います。実際の文化史の中で一番苦手なのは何かというと、大体分かっているんです。それはもう今日、振り返ってますね、彫刻と建築です。特に彫刻。これは苦手。これほとんどの人はそうです。彫刻が苦手です。まあ、この彫刻が苦手というところで、その彫刻が苦手って、もうそんなにいっぱい仏像を覚えないとダメなの？思うわけです。実は。思うわけです。で、なんかやたらいっぱいあるじゃないですか。なんちゃらもんちゃら釈迦三尊像とか、なんちゃらもんちゃら薬師三尊像とか、なんちゃらもんちゃらって、東大寺なんちゃらもんちゃら、東大寺なんちゃらもんちゃら、法隆寺なんちゃらもんちゃら、法隆寺なんちゃらもんちゃら、キリがないわけですね。いちいち覚えてられねえって感じなんですけど、それはやっぱりちゃんと整理しないとダメなんです。間違いやすそうですよね。ちょっと間違いやすいですね。例えば、法隆寺だけでも有名関係いっぱいあるんですよ。法隆寺、夢高い観音像、法隆寺、夢殿、法隆寺、夢殿、久世観音像とかね、もう舌噛むよ、本当に。それぐらい法隆寺関係で、夢、法隆寺でかつ夢って作られても3つある。で、それが何時代かっていうのが最後のポイントなんです。文化史は誰が作ったかじゃなく、何時代の文化かがポイントなんです。ね、ぶっちゃけどうですか、法隆寺、夢殿と法隆寺、夢殿、久世観音像と法隆寺、どれが一番古いか分かります？ですよね。そういったことをちゃんとやっていこうというわけです。今日は、まあ、順番からいきますと、法隆寺、夢殿、久世観音像が一番古いです。法隆寺、夢殿は後からできたんです。法隆寺、夢殿、久世観音像は、聖徳太子をモデルに作られたもので、実は飛鳥時代に作られています。その次の白鳳時代に作られたのは法隆明治、夢高い観音像、そしてその後の天平文化に作られたのは法隆寺、夢殿。これ夢殿は後から作ったんです。聖徳太子の久世観音像に会うために、その聖徳太子の寝室であった、いつも寝ていた夢殿を復元したのが聖徳天皇、聖徳太子が憧れたからですということで作ったんです。よく聖徳太子はいなかったって暴論を告白し合いますが、いなかったなら聖徳太子のために夢殿なんか作りませんよ。はっきり言って聖徳天皇は天皇家の人です。裏の裏まで知ってますからね。実はそういうことなんです。実は口伝えというのは非常に重要なことでして、そういったものは天皇家の間に伝わっていますので、そういったものでも分かっているわけです。存在はいいでしょうか。で、大切なことはなんで彫刻が難しいかというと、その紛らわしいというのが一つあるんですが、まず第一に覚えられたのと、一つだけ覚えてほしいことは、法隆寺金堂釈迦三尊像とか薬師寺金堂薬師三尊像ってありますよね。ポイントは、金堂まで必要なのか、先生というんですが、必要なんです。法隆寺には釈迦三尊像なんて10個も20個もあるんです。金堂釈迦三尊像は一つだけなんです。なぜか。金堂というのは一番大切なもの、一番大切なものを祀るからです。一番大切な仏像を祀るから、金堂が多いんです。金のお堂とかね。それが金堂の意味なんですよ。ね、間違いやすいですよね。ここよく間違えます。これ飲んでるのはこのクリスタルガイザーなんですけどね、僕ずっとこれクリスタルカイザーって呼んでましたからね、クリスタルカイザー水晶の皇帝、かっこいいじゃないか、俺にふさわしい、俺はクリスタルカイザーさみたいな感じでねやってました。実はそれはクリスタルガイザーだったっていうね、あります。僕はのフレッシュネスバーガーとずっとフィットネスバーガーと食べましたから僕の大好きに
Yeah.